街を攻めるエディゲの軍勢エディゲは14世紀末から15世紀初頭にかけてジョチウルスウヨクで活動したアミール。彼とその子孫が率いた部族連合はノガヨルダと呼ばれる。名前は古いトゥルク語で良いを意味するイディギュに由来しており、ロシア語ではエディゲと綴られ、日本語ではエディゲと寛容されている。エディゲファーンと書かれることもあるが、 彼は生涯ハーンには即位していないため誤りである。エディゲは、チンギスハーンの血を引いていなかったので、ジョチウルスの監修ではハーンに即位することができなかった。エディゲは、モンゴル帝国の有力部族の一つである、マンギトブに羊を持つ。1380年代頃、ジョチウルス内の範囲をめぐる構想において、中央アジアの支配者、ティムールの支援を受けたトクタミシュに敵対した。 ジョチウルスの再統一に成功したトクタミシュが、1385年にティムールと敵対すると、エディゲはティムールに接近し、1389年に始まるティムールのキプチャク草原遠征に協力した。ティムールの侵攻に始まるジョチウルスの動乱において、エディゲは王族で老いにあたるテムルクトルクを支持して、ハーンの座につけ、彼からジョチウルスのアミールたちの長に任命された。 ボルガ側からウラル側に至るカスピ海北岸の草原を勢力圏に収め、エディゲを名手とするのがヨルダを形成した。1406年には宿敵トクタミシュを殺害し、その勢力圏はボルガ川中流域のボルガブルガール王国にまで及んだ。しかし、トクタミシュの残した勢力との争いはその後も続き、1419年に至ってエディゲは、 徳田シュの息子カーディルベルディによって殺害された。エディゲの死後、その子孫は、ノガイオルダの支配者として長くこの地域に残り、また彼とその子孫が支持したティムールクトルグとその子孫は15世紀から16世紀に、かけて、ジョチジウルスの政党政権と目される大オルダや、アストラハンハン国の藩を排出するなど、後世に大きな影響を残した。また、エディゲの講演は、 パタールの諸勢力の中でも特に、モスクワ大公国と接する機会が多く、イスラム教から聖教に改修して、ロシアに同化した者も,も多く現れたが、アミールの血筋であるエディゲの公営はロシアにおいて、クニャージとして処遇された。20世紀まで続いたロシア貴族の名門である、ウルソフ公爵家、ユスポフ公爵家は、それぞれおろす、ユースフという名のエディゲの公営を始祖とする家系である。 エディゲはまた、中央ユーラシアのトゥルク系諸民族に伝わる、英雄女子誌、エディゲの主人公でもある。エディゲの物語は、ノガイオルダの解体によって、西シベリアからクリミア半島にかけて、広い地域に拡散することになり、エディゲの名は、カザフ人、バシキール人、カラカルパク人、カザンタタール人、クリミアタタール人などの多くの民族に英雄として、記憶されている。 ありがとうございます。